ちょっと苦しい展開でしたけれども、まあ、全体90分振り返ってください。まあ五分五分といった中でやった中で、まあ、今課題で上がってるちょっとした個人戦術のところから剥がされての、まあ綺麗に崩されたっていうところ、まあそこをカバーできないっていうところも問題ですけど、まあ、まずしっかり球際で戦うっていうところはできなくて失点したのかなと思ってます。まあ今年に入ってそうなんですけど、失点してから攻撃のスイッチが入る、ああいう決定機が起きるっていうのはずっとやってきたことですし、何回繰り返してんだろうっていう正直な気持ちもありますけど、その前にやっぱ自分たちで攻撃をもっと活性化させなきゃいけないですし、そうすればもっと主導権握れますし、握れるとき、まあ今日も握れるときは握ってるので、それをもっと長い時間出すためにはもっとみんながもっとスイッチを入れなきゃいけないかなと思ってます。最後あの形ですごくチームも救われました。得点シーン振り返ってください。本当にまず雄平がセットプレーの練習通りのボールを蹴ってくれた、その中でニアがしっかり潰れてくれた、でその中にみんなが最後まで競り合った結果、まあ、たまたま自分に当たって入ったってだけで本当にみんなのゴールですし、まだあの中に誰も諦めてないからああいうゴールが生まれたと思っているので、まだやっぱり序盤ですし、まあ、本当ネガティブな声がいっぱい聞こえてきますけど、まあ、それでもやってやるぞ、これを弾き返してやるぞっていう気持ちでやっていかないといけないなと思いやってます。これでホームに連戦がまあ戻れるわけですけれども、あの流れを変えられたっていうふうに捉えるのかどうでしょう。関係なくとりあえずまた1試合がやってきますし、ましてや次の相手は柏レイソルですし、まあ、この能力高いっていうのは分かっているので、一致団結してやるしかないと思ってますし、まあ、それはただチームだけじゃなくサポーター含めみんなが一つにならないとホームって利用生かせないと思うので、みんなの協力が欲しいと思います。最後じゃサポーターに向けて、次レイソル本当にすごく重要な試合だと思うので意気込みをお願いします。まあ、いろんな声はあると思いますけど、シンプルに僕たちがヴェルディが上に行くために力を貸していただけたらなと思います。応援の方よろしくお願いします。